Hello，We're 说到这个那growing 个这个，brother. OK，very good，welcome to us。あ、死にかけた。これ、持ってくれないのに行ったんだけど。もう。等我去饭房，谢谢。Right，のりちゃん。Okay, shall we start Japanese? Japanese, 日本語。Yes. All right. The page 49. Okay, お化け。Yes. アマンジャ負ク。けて。ペー Why you? ジ49、アマンジャク。Okay. Okay, Nori, you look very happy today. というのを知っていますか？手も足もない目も鼻もないおへそおなんて？おそんおへそうなんそなんてあるはずがないんです。ただ空気ばかりの変なお化けです。お化けはお化けでも、人とも怖くない。Okay, very good, Inori-chan. Look at this picture. Now, yes, it's a manjaku. All right. You can see this mouse speaking. Kuchi, mouse, po, 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 po. What do you think of this? Inori-chan, これどんな感じの manjaku? このお化けどう思う？口だけよ。そのお化けは、なんか、おへそもないおまんじゃく。お水もないね。こんなものがあったらどう思いますか？怖いけど、なんかちょっと友達になって一緒に遊んであげたい。そうだね。怖いけど、お友達で遊んであげたいね、このだけね。OK。うん。では、Now let's go on to next page, page 50. OK。読める？まだちょっと待って。オッケー。じゃあ、いい50ペよ。ージはまさきくんが読んで、51ページのりちゃん読みましょうかな。はい。いいかい？オッケー。ページ50、まさきくん。お化けです。でも、日が暮れて夜になると、まるで、鳥みたいに、どこかの家の雨戸の後から、ガラス窓の隙間から、黙って家の中に入ってきちゃいます。ポカーンと口を開けて、いびきをかいている子がぐーぐーいると、その子の口の中に、口だけしかないお化けの甘んじゃくは、ほっそり潜り込んでしまうんです。なんでそんなことをするのかな？ Okay, now page 51, いのりちゃん、次のページ読んで。でも、それは、とのお話。今年1年生の しゅんちゃんをママがゆずって起こしています。しゅんちゃんを起きなさい。来なさい。学校遅くな
るじゃないの。すると、じゅんちゃんは握手、あくびをしながらいうんです。だよ。ママ、僕遅れたいいんだもん。いいんだもん。うん。そう。そう？うん、そう。言ってから、しゅんちゃんは、あれあれと思うてず、ぼん、ぼん、人が本当は起きること起きること。はい、そこまで。さて、ここではしゅんちゃんっていう男の子が登場しましたね。しゅんちゃんは朝ちゃんと起きれましたか？お寝坊さんですか？あくびした。あくびしましたね。起きれなかったね。じゃあ、もしかして、このしゅんちゃんの中に甘んじゃくいるかな？いないかな？どっちと思う？いる。いるかもね。Okay. Let's go on to next page 52. じゃあ、52ページはパピが読むよ。53ページにのりちゃん読んでね。いいよ。では、起きようと思ったんですから。それなのに、口から一人でにあんな言葉が飛び出してしまったの。ねえ、もうわかったでしょう？口だけの甘いのが、すんちゃんの口だけに、開けて眠ってる間に、こっそり入ってきました。甘んじゃくは、何にでも反対するんです。何にでも反対のことをするんだね。人が右といえば左、白といえば黒と言います。だから甘んじゃくと言われるんです。だから、しゅんちゃんが、うん、起きるよ、というよりも前に勝手にあんなことを喋っちゃったんです。では、53ページ、いのりちゃん読んでください。言うより前に勝手に手にあんなことをしゃべっちゃったんだ。それは口だけのしゅんちゃん、悪いのじゃないですよね。学校に出かけようとして、ママが雨になるかもしれないから傘を持ってしちゃいととかとったときもしゅんちゃんがうん。はい、そこまでです。さあ、いのりちゃん言ったように、甘んじゃく中に入ってたね。じゃあ、甘んじゃく中に入ってたら、右って言われたらなんて答えるの？右っていく。うん、甘んじゃくは反対を答えちゃうんだね。うん。うん。
だから右だったら左、白だったら黒って逆言っちゃいますね。では、次のページいきます。54ページです。いのりちゃん読んでください。54? ちょっと待って。うん。よし。遠いより先に甘弱がいんだよ。ふたて遠いきまたんですだから、キュンちゃんは、出しかけていた。母さんも、玄関に、ほったらかして、学校へ行きまった。です。おかげで帰りは雨に降られてびしょ濡れ、びしょ濡れママの言うこと聞かないからよ。風邪ひいたらどうするの？すると甘んじゃくがヒュンちゃんの口の奥からすぐいいかえすのです。はい、ちょっとそこで待ってください。はい、しゅんちゃんはそしたら傘を持たないで学校行っちゃったね。雨降ったね、うん、しゅんちゃんどうなったの？雨降らないと思ってたし、あのさ、雨濡らしてお母さん怒られるかなと思ってた。そうだね。それで、本当は雨降ったからどうなったの？お母さん怒られるかなって。そうね、びしょ濡れになっちゃったね。うん。かわいそうだね。うん。のりちゃんは雨降りそうな時傘持って行きますか？うん。そうだよね。はい。じゃあ、あと2ページ行きますけど、56ページ、まさくん読みます。57ページ、のりちゃん読んでくださいな。はい、56ページはまさくん読みます。僕、びしょ濡れになって見たかったんだもん。でも、ママは、しゅんちゃんが本当にそう思っているのかと、びっくりしてしまいます。とうとう、風邪をひいて学校はお休み。アマンジャクは嬉しくて嬉しくて、こう言います。学校休むの嬉しいな、ですって。しゅんちゃんは、本当はうちで寝ているより、お友達と遊びたいんです。ママは呆れて首を横に振りました。57ページ読んでください。みのちゃん。まんこのあまんじゃくと言います。ぼくあまんじゃくじゃないよ。とくをとからしていたのはこのあいだもこんなことがあったんです。ママ一人で忙しそうだから、忙しそうだから手伝っ
てあげようかと思っていくとことところにママがブラブラしてないで、その変化たずけてよ。はい、そこまでです。はい、ここはママが、忙しそうにしてるんだね。はい、うん、忙しそうにしてて、どうかな、このしゅんちゃんはお手伝いするのかな、しないのかな。するするしたいよね。のりちゃんだったらマミが忙しいときお手伝いしますか。するうん、よかったね。それはいい子だね。じゃあ、今日の国語はここまでにします。次は算数おはじきの時間にするよ。うん、はい、用意はできたかな？うん。じゃあ、昨日の続きみたいなのするよ。今日はもっと難しくなるよ。いくよ。じゃあ、まず最初に、3個作ってください。はい。1、2、3。この次は？2個を作ってください。はい、ちょっと待って。はい、ちょっと待ってよ。で、よし、できた。その次は4個を作ってください。4個。うん、ちょっと待ってよ。うん、うん、おお、1、2、3、4、できた、はい、その次は多いぞ、5個を作ってください。5個、ちょっと待って。ナイス。5個だったら、5個だったら黄色。うん、高い？あ、あった。1、2、1、2、3、3、4、5、押してきた。はい、最後ここに1個を置いてください。1個。1個です。はい、できた。そしたらこれちゃんと縦に並んでますか、いのりちゃん。うん、なんでね。じゃあ今度はこちら側にも作ってほしいんだ。ん、こちら側に2個。2個置けた。はい、1個。1個置けた。3個。3個、うん、置けた。はい。じゃあ、次の問題は、以前はこの赤いのを合わせて数字にしましたね。覚えてる？うん。じゃあ、昨日の復習からいこうか。赤いものから、合わせて7を作ったらどうしますか？どれとどれ？ 7 は、まあ、どれとどれ？ 3 と4。そうですね。3と4ですね。はい。じゃあ、もう一個は複数。8を作るにはどれとどれ？ 8？
3と5。5だね。はい。では、次は、青い紙を持って帰ってやりますよ。数字をもう一度繰り返します。じゃあ、今度は、いいかな？赤いのが、どれか2つを足して、青いのをどれか引いて作ります。いいですか？うん。青いの、赤いのを足して、青いのを引いて答えを出してもらいます。じゃあ、最初は簡単のいきましょうかな。1を作りましょう。赤いのを足して、青いのを引いて1です。どれとどれ？赤いのを足して、青いのを引いて1。さあ、どれを足して、どれを引く？ 2。2を足して、そう、正解。2を足して1を引いたら1ができるね。いのりちゃん、賢いね。はい。じゃあ、だんだん難しくするよ。頑張ってね、いのりちゃん。頑張るね。はい。では、今度は2を作ってみようか。どれを足してどれを引く？3と1。3を足して1を引く。正解。3を足して1を引いても2ができるね。もう1個できないかな。何を出して何を引いたら2ができるかな。 2、1と3。はい、3と1だね。それ以外にない？それ以外ない。ないか、そうか。これはどう？ 4 と2はどう？ダメ。ダメ？ 4 を足して2を引いたら2にならない？わかんないか。はい。はい、次いくよ。次は、3を作ってください。え？何？ 3？ 赤いの足して青いの引いて答えが3。ちょっと待ってや。2と2をしたから。3か。なんだよ。3。じゃあ、1と2。うん、1と2を出したら3だね。でも青いの引かないといけないよ。青いの？青いの引かないといけないよ。もっと足さないと青いの引けないよ。え、青いのも1と2あるじゃん。青いのも1と2引いたらこれで0になっちゃうよ。難しいか？青いのが2にして、1のが赤にする。そうすると、減っちゃうよ。プラス1、マイナス2は、マイナス1だよ。じゃあ。マイナス1だったよ。プラス3にしないといけないよ。じゃあ、3と、やっぱり、4と1。はい。そうだね。4にして1にしたら、プラス4、マイナス1、イクスと3。ということで、3ができたね。いのちゃんできたよ。すごいよ。はい。だんだん難しくなるよ。じゃあ、今度は、4できるかな？ 4。5-1。はい、5-1 ね。4だね。はい、できました。
じゃあ、今度は真ん中の数字を当ててくださいね。いくよ。高いところから5と1が来ました。青いところから1が来ました。数字は何が入る？5が増えて、1が増えて、1が減りました。5が増えて、1が増えて、1が減りました。だから1減るんだよ。1減るよ、1減るよ。16から1減だっった。たから6。これとこれで6、1減ったら6。6から1減るの。6から5。そう、5だね。はい。じゃあ、もっといくよ。あと3問ぐらいいこうかな。じゃあ、今度は、3、4。で、こっちは2。3と4が増えて、2が減ります。3と4が増えて2が減ります。これとこれでいくつかな？7だね。はい。7から2減るよ。2減ったらどうなる？7から2減ったら？ 2減ったら5。5 だね。はい。なちゃん、これおはじきだからね。ここに2あったら、これ2つ消したらいいんだよ。そしたら残り数えられるよ。じゃあ、最後の問題いきます。最後の問題いきます。ちょっと多いよ、いくぞ。3と5。こっちは3。できるかな？ 3 増えて、5増えて、3減ります。いくつかな？3, 5 and 3. 5 plus 5 minus 3. 3個ぐらいいったらいくんです？8です。8から3減りますよ。3減らそうか。8、7。あれ？ 8 から3減るんだよ。7、6。5、そうだね。5になりました。難しかったね。ね、いのちゃんよく頑張りました。You did very good strength. Alright. じゃあ、that's all for today. 今日はこれまでのします。はい、マミに終わったよって言って、今度はサイコロパ変えるよって。それから、ズーム変えますよ。はい。だからちょっと待って、僕お箸に片付ける。おはじきお片付けしようね。次、サイクの番だよ。そうだよ。じゃあ、ズームチェンジするよ。